軍事工程をまずは片岡が切ります。さあ、片岡が切りました。ここで発進を取ります。松岡が4番手上から叩いていきます。下げ切った軍事工程は7番手、片岡は下げ手の4番手、軍事工程7番手、ダッシュを迎えています。かけましたルーキー松岡辰樹、マークは山田洋平と松尾慎太郎、岡山コンビが片岡雄一と三宅達也です。ホーム7番手以降、軍事工兵佐藤慎太郎、本戦7番手から上げます。さあ、行きました7番手から軍事工兵合わせるか、4番片岡です。さあ、番手から出ました山田洋平、番手からまくで対抗します。9番松尾慎太郎、その上を伸び込んでいきます。スピードが違います。軍事工兵佐藤慎太郎、人気サイドの、そして山田洋平、切り替えて9番松尾慎太郎、軍事工兵悪化の競争、佐藤慎太郎、山田洋平、3名で決まっています。3名が上から上げます。まずは竹内を伊藤相馬が叩きますが、さあ竹内も突っ張りますか、竹内も突っ張りますが、伊藤相馬がかけました。津村幸次郎、そして7番森山智則、中川誠一郎は9番手と下げました。さあどうでしょうか、中川誠一郎9番手下げて1戦24コーナー6番手から松浦寺が仕掛けますが、先行伊藤相馬、番手からまくる5番津村幸次郎が巻きました。2番松浦がその上から行きます。2段掛けの津村幸次郎、追った1番の竹内ですが、まくったのが松浦寺、九州ラインは九州分解、9番の小倉隆二、そして6番の室井健一とライン3名きれいに出ました。番手から小倉が差し込んでいきました。そして松浦と室井、ラインの1、2、3、どうやら岩本俊介が舞を取った中井か近畿ラインを抑えます。その3番手清水が乗り換えます。まず岩本が抑えますが、その上からさらに清水が叩きます。地元山田と松岡を引き連れ叩きまして、8番神田亮はそのラインの4番手切り替えています。7番中井俊介、5番手からかまします。さあ中井俊介スピードがいい、抑えました清水博人、近畿のトリオがかまし切りました。叩かれました清水博人、1コーナーは4番手、山田秀樹5番手、岩本俊介は1センター7番手置かれました。さあまくり返します、4番手から清水がまくり返します。叩きました中井俊介以下、岡崎智也、神田光介、恐れをまくり返し、清水博人まくり返して番手4番岡崎智也が抵抗。さあ清水博人まくって4コーナー直線、追ったのが5番の山田秀明、そして1番松岡隆久、外から3番の岩本俊介伸びたが、ゴールは山田秀明です。に宮本、山中が乗り換えています。さあ野原がここは一旦は突っ張りますが、まず抑えました小坂井が抑えます。野原は3番手、宮本俊介は5番手、外平層内側山岸が救います。上から宮本が叩きます。抑えました小坂井浩二を宮本俊介が叩き、2番山岸啓太がそれを追っている。さあ山岸啓太と9番鍵山雄一郎、3番手伊藤明は切れまして、叩きました宮本俊介、さらに2番山岸啓太が行きます。さあ山岸啓太と宮本俊介、ここは掛け合いとなって1番野原がまくりごろ、1センター5番手から野原雅也が一発まくって7番片田嵐、近畿の2人がまくり切ります。2番山岸啓太が出ましたが、近畿勢がまくり切って2番山岸啓太、9番神山、関東勢は3、4番手遅れました。後方4番小坂井まくりますが立ち遅れ。さあまくった野原雅也、片田嵐が捉えまして、神山雄一郎か、青柳はすんなりと下げます。誘導残っています。今度は矢口と中村が切ります。東の2名が小川慎太郎を切りました。小川慎太郎3番手下げ、青柳光輝は現在は6番手の内側に伊藤慎との並走です。さあ青柳と伊藤慎が並んで誘導は残り、残り主眼打賞、外から伊藤慎が来ます。さあ伊藤慎が叩きます。切った矢口圭一郎、伊藤慎が叩きました。小川慎太郎は4コーナー5番手、そして地元の2人をホーム8、9番手となりました。3日目伊藤慎がかけました。
最終思考な先行、伊藤新、マーケは三宅康隆、切り替えた矢口圭一郎と中丸宏、1センター5番手からまくる。さあ、小川慎太郎のスピードがいいぞ。小川慎太郎、原智弘まくる。合わせて3番手から矢口がまくるが、5番手からまくる。3番の小川慎太郎、そして8番手、青柳が仕掛けましたが、直線。まくった3番、小川慎太郎、後ろ切れまして、4番の山口が外を強襲撃。小川慎太郎から1番、中村宏でしょうか。が乗り換えています。山本は前から下げて誘導、残り1番木村航基、上から竹山がさらに切ります。さあ、竹山が切ったところ、林番林圭次郎が行きます。マークの新井貴弘、3番山本慎一も共に上げましたが、まずは竹前ロータを叩きました林圭次郎。マークは新井貴弘、3番手の上引越はさばかれました。宮城の2人は3、4番手、そしてホーム5、6番手キングと2人、山本慎一、伊予の高照はホーム5、6番手、木村航基がホーム7番手となっています。先行林圭次郎、マークは新井貴弘、そして5番手からまくる3番の山本、3番手から竹山まくるが、慌ててまくった2番新井貴弘。さあ、7番伊予のも作ってきました。まくった2番新井貴弘が番手からまくって、5番竹内と大きく切り替えまく。さあ、4コーナーで5名が落札となりました。新井貴弘から竹内と彦、7番伊予の高照。を取った伊原を抑え、3周目から第4周回、笠松、江連の関東勢が乗り換えます。さらに1番黒田も乗り換えます。3番伊原の方ですが、ここは3番手からバックを踏んで、上から笠松が叩きます。地元ラインを笠松が叩き、黒田順と立花岡山コンビは5、6番手、そして下げた伊原以下、金子小林の本線が7番手以降、左中間から救う、1番黒田がすくって3番手から行きました。橋本理が行ったが、その上からさらに3番伊原勝彦。さあ、伊原が行きますが、中村雅彦が止めるか。地元橋本理外、外からまくった3番の伊原勝彦がまくりきました。追った9番金子隆、そして4番小林のボカル、ライン3名きれいに出ました。8番手からまくる黒田、これは苦しい流れ。7番笠松は5番手3番仕掛けましたが、直線。まくったのが伊原勝彦、追った9番金子隆と小林のボカル、ライン3名は金子隆と伊原勝彦です。神奈川荻野が九州の城、後方からは松田北の中部の谷、6番佐藤がそれを追っている。まず中部の谷が児玉拓磨を抑えました。成正歩がそれに付け替え、上からさらに抑えますが、抑えました松田、上からさらに成正が叩きます。さあ、2日間飛びついた松田ですが、今日は下げます。松田は車を下げました。児玉拓磨が前から並んでいきます。4コーナー手前から一気にいった小玉拓磨が行きますが、今度は中段から松田が共に行きます。新潟のがなります。さあ、7番手行きました小玉拓磨、なります歩きを粉砕できるか。一気に出ました、スピード勝った小玉拓磨がなります歩きを最後は出た感じ。そして後方、松田大が2コーナー後方からまくるが、さあ、なりますが今度は粘っているが、まくった3番の松田も伸びないか。叩き回った児玉拓磨、同県の対、粘ったなります。外から港誠司、外に上げた4番荻野悟、さあ、中尾9番の北野を突っ込めたが、筒井敦史と7番児玉拓磨、最後は岡山ワンツーでしょうか。並走に上げています。3周目から第4周回、まずは4番山口を抑えます。近畿が抑えまして中部が乗り換えます。さらに短期6番金沢の乗り換えそうですが、さあ、金沢乗り換えません。4番山口が下げキットの6番手、4番手は宮越、抑えましたスミレオナ、残り1周半でしょう。そして6番手から行きます。さあ、4番山口が早めに行きました。かまちぎを取ります。合わせて組み込んだスミレオナイカ、武田金田の近畿のトリオが突っ張りますが、上から叩けるか。外から叩きました山口敦也が叩きまして、マーク大野頃。さあ、スミレオナが今度は飛びつきます。後方宮越浩二、伊藤健二チームの2人は後方からまくり放った。さあ、逃げたのが山口、マークの大野頃、飛びつきたスミレオナ、後方からチームの2人、宮越浩二、伊藤健二がまくる。3コーナーに捨てた。さあ、逃げたのが山口、さばいた7番のスミレオナ、まくった3番の宮越。さあ、宮越もやや一杯か。7番のスミが抜け出したか。しかし抜け切った山口敦也、スミレオナ、そして3番宮越。
それに加賀山、春日の千葉の2人は追っていきません。前から水が下げての3番手、加賀山が現在5番手です。貧四国が抑えまして、水は中段、千葉の2人は現在5、6番手、タイミングを取ります。それを3番手、ついが車間を切って牽制。それを尻目に前から野村がかけます。さあ野村組次ぐ森安高行、どうやら四国の2人がかけます。中段車間を切った水優や、そして5番手から4番の加賀山ともに上げますが、千葉の2人が追い上げます。さあ逃げました、野村組次ぐ3日目先行、幕は森安、そして一気に襲いかかる一線高幕、加賀山、春日の千葉の2人、合わせた2番森安、救ったのが1番の対ですが、さあ番手から2番の森安が出ます。後ろから4番加賀山、森安が番手からまくって加賀山と並走、5番大瀬戸が切り替えました。さあ4番加賀山いっぱいです。番手まくった森安高い切り替え、給水5番の大瀬戸純一郎、中尾1番の対や、ゴールはこの3名です。3周目から第4周回、さあ2分線、眉を取った上野裕太が一旦は突っ張ります。抑えにかかった根元を一旦は突っ張りまして、再び3番根元以下、東のラインは4番ということになっています。第4周回も2コーナーカバック、さあ今日は積極的にかけそうな上野裕太か、角田正義と坂本アクテル、4番手車間を切って中盤区外に上げています。一気に山下ろしに行けるかどうか、根本聡が行きます。さあ4コーナーから踏み込んできましたが、前から上野裕太も上げている。さあ踏み出しが合いました。3番根本聡が上野裕太を叩きますが、外からどうやら山下ろし叩きました。根本聡がかけます。さあ切り替えました。5番上野裕太が6番上野信号をさばきました。上野裕太がさばきまして、角田松吉が追走、坂本来てる。九州トリオが2番手から4番手、2センターから4コーナー。かまし先行根本聡。さばきました。上野裕太、その外から角田松吉が伸びていきますが、角田松吉と上野裕太並んでいます。2日間逃げました今岡です。さあ今日は逃げるか菅原抑えます。今岡が抑えまして、下げる菅原が下げます。ここは西と東が入れ替わり、第4周回も2コーナーカバック、抑えました今岡哲司。四国の2人は藤原博史と上田学、下げ切った菅原雄大か、高木貴博、岡本博史の東日本、4番手以降2センターから4コーナー。さあ6番菅原雄大がいけるか、さあこれはいかない、まくり勝負。3日間かけました今岡、最終1コーナーかかっています。瀬戸内がかけました。今岡哲司が3日間の先行、四国の2人、藤原博史と上田学、そして2コーナー4番手から菅原雄大か、高木貴博、岡本博、東信号がまくるか。さあ4番手から菅原がまくるか、まくれないか。1番の高木は中をつきます。直線です。逃げたのが今岡哲司、番手藤原博、そして1番高木貴博ですが、藤原博と2番今岡哲司。